がんの診断・治療・予防などがんを取り巻く医療技術は目覚ましく進歩していますそしてそれを支えているのは日々活発に行われているがんの研究です埼玉県立がんセンターはがんの専門病院として質の高い医療を提供する一方で診療と一体となった研究をする臨床腫瘍研究所を併設しています 今回は最先端の研究がどのように診療に生かされるのかその取り組みを伺います埼玉県立がんセンター臨床腫瘍研究所の大平美紀さんです先生よろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします 臨床腫瘍研究所というのは治療を行う病院から少し離れたところにありますねどのような施設なんでしょうか、はいえー、埼玉県立がんセンターは1975年に病院と研究所を併設する施設として設立されました病院と同じように40年以上の歴史を持っています2005年から現在の臨床腫瘍研究所となりがん専門病院に併設された県立唯一のがん研究機関として 新たな治療の開発に向けての研究それからがん遺伝子診断発がんメカニズムなどを研究していますはい。今新たな治療とおっしゃいましたが新たながん治療というのはどういう治療なんでしょうかはいえー、がんは遺伝子が変化することによって発生する病気です近年は遺伝子を解析することによってがんがどのような変化を経て発生したのかを特定できるようになりこのがんの発生の原因遺伝子に合わせた薬の開発が盛んに行われています こうした研究の成果としてすでに治療の現場では分子標的薬という薬が使われるようになっています分子標的薬はがん細胞の増殖や転移に関わる遺伝子やタンパク質を ピンポイントで狙い撃ちすることによってえそういう薬なんですけれども、効果が高くて正常な細胞へのダメージも比較的少ないという特徴を持っています。はい、遺伝子の変化を解析してこう遡っていくことによって癌ができた原因、これを突き止めて、それを治療に生かしていくということですよね。より詳しくがんの特性を調べることで、ターゲットを絞った薬による治療ができるようになったということですね。はい、そうですねえー。これまでは。肺がん には肺がんの薬肝臓がんには肝臓がんの薬大腸がんには大腸がんの薬というように臓器別に決ままっったた組み合わせの薬を使っていましたこれからの需要は遺伝子を調べることで臓器にかかわらず遺伝子変異が同じ病気には同じ薬を使うというふうになると考えられていますつまり遺伝子変異が同じであれば1つの薬が例えば肺がんでも大腸がんでも使えるようになるということですか、はいそうですね この臨床使用研究所では、そうした遺伝子の解析というのは可能なんでしょうか。はい、えー。人の遺伝子の全体像を一度に解析できるシステムが開発されていて、この研究所にも導入されています。このようなシステムには大きく二通りあって、遺伝子の性質の違いを調べるものと、遺伝子の数や量を調べるものがあります。ここでは、遺伝子の数や量を調べる解析法をご紹介したいと思います。 まず正常な細胞の DNA に赤色、調べたいがん細胞の DNA に緑色の色をつけます。でこれを機械にかけて解析すると、ちょうど絵の具の赤と緑を混ぜると黄色になるように、えー、がん細胞の遺伝子の量が赤、緑、黄色のパターンで出てきます。すべての遺伝子についてこのパターンを調べることができます。 でこちらに解析例を示しましたが、22対の全ての染色体のうち、この癌では何番目の染色体に異常があるかということがわかります。で、この方法によりまして、遺伝子の性質を調べる方法も組み合わせることにより、ガンの原因となっている遺伝子を見つけて治療の方法を決定することが可能になります。 そうすることで肺だとか肝臓だとかという臓器にかかわらずに特定の遺伝子に対して標的にする薬が使えるとということなんですねこのような遺伝子の情報を使った治療はまだ臨床試験として進められている段階で我々埼玉県立がんセンターは国立がん研究センター東京大学病院などと連携しまして遺伝子検査解析結果の評価などのシステムの整備を行っているところです。 で将来的には各全国の各都道府県での実用化を目指しています次にこのような研究を進めるにあたってもう一つ重要な取り組みについてご紹介したいと思います 現在のがん診療をさらに向上させるためにはがんになった人の診療情報や検査や治療で採取された血液がん組織検体の残りをの一部を長期に保存してがん研究に使わせていただくことが不可欠になります。こうした仕組みをバイオバンクといいまして患者さんの同意を得て集めたがんの検体は個人情報に配慮して誰のものかわからないような形にして厳重な管理をしています。 でこのようなバイオバンクに集まった検体はがんセンターの中の研究のほかにも大学やほかの研究機関との共同研究にも活用されています。そしてこうして得られた研究の成果はがんの新しい検査法予防法治療法として広く社会に還元できるシステムになっています、はい、お話を伺っていてここ臨床腫瘍研究所が埼玉県内のみならず日本全体のがん医療の発展に大きな役割を果たしていることが分かりました。 研究の成果が私たちのがん克服につながることを期待したいと思います今回は埼玉県立がんセンター臨床腫瘍研究所の大平美希さんにお話を伺いましたありがとうございましたありがとうございました